随仙寺は、京都府京都市中京区木山地通り三条下がる、石屋町にある浄土州西山善林寺派の寺院である。三号は、寺長山。桃山時代ここは三条河原の中洲であった。慶長16年、京都の交渉、門倉領域によって高瀬川を開く工事が行われている時に、偶然発見された石に、秀次役逆塚と刻まれていた。 それは文読四年自害させられた豊臣秀治の石頭だった。実は高瀬川の改作責任者だった門倉領位の実弟吉田聡誠は秀治に仕えていたことがあり、彼は秀治事件への連座は免れたが、前年の慶長を十五年に死去していた。慶長十六年は聡誠の一周期にもあたることから、領位取りつくう、葛宿は秀治の母代を弔うために、 江戸幕府の許可を得て、銅を営むこととし、秀デの改名、随戦寺殿、こう岩岡峯銅井から事業を取って、随戦寺を建立した。以後、随戦寺は400年間にわたり、秀デ事件により、死罪となった秀デと連座した、一族、家臣の母提を供養している。随戦寺境内にある、秀デジ供養等、中央に、悲鳴の削られた中空の石沸文禄4年7月。 秀次はおじ、豊臣秀吉から無本を疑われ関白の職を剥がれて高野山に追放された。7月15日、玉物氏を命じられた秀次は切腹した。山本主殿、山田三十郎、不和万作など家臣5人もまた巡視した。秀吉は、シは伏で首実験し、8月2日、秀次の首は三条河原ので強襲されることになるが、その時に秀次の最小、 幼児などを合わせて三十四人が打ち首とされた。遺体は、秀次の首と共に河原に埋められ、塚、石刀が建てられて、秀次役逆塚文分四年七月十四日と、告されたという。この首塚と、墓は、摂生塚、関白塚、摂生塚、畜生塚などと称され、帰り見るものはなかったが、吉国という行者はその傍らに草案を結び、 母代を弔った。吉国の死後、洪水で塚が荒れ、角倉良位が石筆を発見したのは前日の通りで、ある。良位は、その際に、石塔の、秀次悪薬の四文字を削り、その上に六角形の無縁塔を建てた。このような経緯から秀次供養塔は、秀次悪薬塚とも言うが、現在も、悲鳴の削られた姿で残る。豊臣秀次と、カートもの墓所は、 吉政寺にある。随仙寺は、秀デの首塚の後の供養と、その一族、家臣の墓所である。また三条河原野で処刑された側室らは、大運院で木養されたという記述があり、2014年、石材の一部が発見された。毎年明日の7月15日に、吉政寺と随隆寺の住職により、かつて秀デの居場が置かれていた、滋賀県大見八幡市の八幡山で、 秀デの供養が行われている、処刑者の自制の和歌、ありがとうございます。